ジャバーひょっとこです。今回はね、この果実っていうゲームをやっていこうよ。お、始まったのかこれ。なんだこれ、なんか集めんのかな。右上なんか何分の何って書いてんだけど、これ何、これここはどこだ。あ、ちょっと待って、カーソルが消えたんだけど、このさ、右上のさ、青いなんかね、絵の具で失敗しちゃったみたいなペトって、あーなるほどね、そういう操作する感じか。で、あー、はい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 、これ操作説明どうやって閉じるの、これしゃがむがしいね。オッケー、ライトオン、矢神ライトをつけまして、でリンゴを片手に、あの矢神ライトがバッドアップルを歌い出すと、そういう感じのストーリーになってますね。なわけないね。よし、ぐちゃぐちゃ。次の日になったら絶対さ、校長先生カズラ吹き飛ばしながら怒るよね。どうなってんじゃん、吹き飛ばっつって。あれ？ドラッグ。あ、なるほどね。ドラッグストアで、ドラッグ、なっ、ちゃ、明らかになんか、記憶の、何これ？ともし火でいいの？これは？頭が。いや、頭痛薬飲むか？頭痛薬ちょうど手元にねえんだよ。ごめんな。なんか、目の前真っ白になった。あ、え、何これ、雨の音がうるさいな。激しい夕立の日。妻が死んだ。いきなりなんか残酷なシーンが。土砂降りの中、小学生の娘、さっちゃんを迎えに行った。さっちゃん。なっちゃんじゃないんだね。そして、ひき逃げにあった。ひき逃げだと？引かれてそのまま逃げたのか。これ左の方が娘なのかな？さっちゃん？あなたがさっちゃんですか？なんかうるさいんだけど、さっきの怪獣みたいな声何？冷たくなった妻の傍らで立ち尽くす娘。その表情が脳裏から離れない。もう、目がさ、光なかったよね。いや、違う。それよりも、なんか、急に消えたんだけど、雨の音が。何か、大事なことを忘れている、ような。なんかありそうだな。真実はいつも無限大。なんか、このコナンバカだな。そうだ、さっちゃん、どこにいるんだ？さっちゃんを探してんのか？え？さっちゃん？すんごい。え？すんごい前のめり。なんか、ピーピー、タパーで、ハーみたいな感じで、なんかマイケル・ジャクソンの真似しなかった？マイケル・ジャクソンのあのさ、前のめりになったままあいつムーンウォークしてたんだけど、そんなさすがにマイケル・ジャクソンもできないんだけど、びっくりしてたよ、多分。こん中行った？何この教室？明らかに呪われてんだろ。行くか。なんか嫌だな。さっちゃん、くそ、開かない。なんか明らかになんかね、結界みたいになってるもんな。隠れ結界みたいになってある。早く迎えに行かないと。どうすればいい？どうすればいいって言われても、オートセーブしました。なんかこれ全部集めればいいのかね？記憶の。なんか、なんだこの扉。立て付け悪いな。ここの学校、立て付け悪いぞ。なんだ急にこれ。ピカピカ、調べるか。黒い人間の化け物は目を離すと襲われます。え？そういう目なんだめだ。何それ？そんなのいんの？ただ調べるだけかと思ったら追っかけられるの、これ嫌いなんだって。嘘だろ。見かけたら恐れずに近づいて絶対に目を離してはいけ。な、せって何？馬？ねえ、せで止まってるけど。いる？え、近くにいる？もしかして。扉を閉めるか。扉が閉まんない。くそ、なんで。よーし、閉めろ。よーし、これで来れねえだろ。バカがよ。頭を使えよ、タコが。で、何この声。この声何？なんか息切れしてる。なんか一人でなんかやってるの？なんか、ふうふうふう言ってんの。何やってんの、お前。
真夜中の学校でお前何やってんだよ。しかも保健室で黒いウサギの化け物は音が鳴る方やってきます。しゃがんでゆっくり移動して見失うのを待ちまし。ねえ、その最後までさ言ってよ。なんで最後まで言わないの。しゃがむ、なんかしゃがむってあったな。音鳴ってんじゃねえか、しゃがんでも。なんかねえ、息切れがすごいの、さっきからふん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 言ってんの。なにこれ、化け物情報をこの部屋の三つの光に託します。私の最後の記憶を。あ、ここでさ、以前に生存者がいたってことかな。で、みんな、ね、だんだんさ、息切れの声が近づいてんだけど、でかい声出てる。ね、息切れがだんだんでかくなってんの。なにこれ、来てんの、なんか来てる、もしかして。黒い女の化け物。ねえ、めちゃくちゃ化け物いいんだけど、なんで化け物全員黒いんだよ。視界に入ったものを追ってきます。近くの部屋に逃げ込んで、扉を閉ま、なんかむずくない、このゲーム。このゲーム、なんかやたらとむずくないかい。扉を閉める。さっきさ、誰にも追っかけられてない状態でさ、もう、扉を閉める動作にちょっと戸惑ってたんだけど、俺下手くそなのかもしれない、このゲーム。ちょっと待てよ。いる、もしかして。いないね。よし。OK。クリア。音立てたらダメって言ったよな。あ、これダッシュってどうやってやんだっけ。うわぁ！え、あれ女じゃない？なんか言ってた。なんだ？あれは。ダメだ、逃げないと。え、逃げないとって。お、まあ明らかに。むちゃくちゃ絶対用意されてる矢印がある。なんかこれダンレボでも見たことあるぞ、こういう矢印。いや、ダンスダンスレボリューションじゃねえな。化け物に見つかったときは、教室やトイレに逃げ込みましょう。シフトキーを押しながら走ると、シフトキー？シフトキーか。マジか、シフト押しながら逃げるのむちゃくちゃ苦手なんだけど。押しながら移動すると走ることができます。よし、行ってやるじゃないか。うわっ、うわっ、ちょっと、うわ、めちゃくちゃ近づいてる時じゃん。くっ、くっ、くっ、よし、あ、え、なに？うわっ、か、なんだ、閉めろ、早く。ドアを閉めて化け物の侵入を防ぎ、消えるのを待ちましょう。あ、ちょっと、早く、よし。あ、ちょっと、なんで開くの？近い。声近い。え？え、なんか近くない？ええ？え？あんなちっちゃかったっけ？いなくなった。何それ？大したことねえな。なあ、ま、今の見てビビった人はめちゃくちゃ根性なしです。ま、ざっとこんなもんでしょう。図書室の中で6冊の本を探してこの謎を解いて。やめてよ。え、追っかけられながら謎を解くの？やばくないかい。1、俺はもうメモなんてしねえ。なぜなら IQ が50億あるからだ。うん。緑が6。2、青が10。3、赤が5。4、灰が8。5、黄、6。6が、大々が8。6、10、5、8、6、8。OK。青、緑、赤、灰、黄、大々。もう覚えたよ。6、10、5、8、6、8ね。青、緑、青、赤。これは？選ばれし文字をつなげ。選ばれし文字。すみません、わかりません。選ばれし文字か。調べないといけないな、これ。なにこれ？こんなのも取れちゃうの？幸せの、なんか絵みたいなの取れた。なんか疲れてるの、なんなんこれ。なんで疲れてんの、この子は。定期的に疲れるの、なんなん。なんかあるだ。青い表紙の本だ。まっすぐ生きる方法が知りたいと書いてある。
そんなん知るか。自分で考えろ。まっすぐ生きるってなんだ。俺はめちゃくちゃねじ曲がってる。なんなら俺は蛇行運転してます。黄色い本があるな。しゃがんで撮るのか。これは黄色い表紙の本だ。部活動する意味と書いてある。部活動する意味か。部活動する意味は気になった女の子がそこにいたから一緒に入ったみたいな、そんな感じじゃない。横島な感情。それで気分上々になれたらみんないいんじゃないの。ジョー、あなたはあなたの名前は何ですか。私の名前はジョーです。デビルジョースターです。トニートニージョッパーです。なんだジョッパーって。橙色の本だ。屋上で過ごす毎日。毎日屋上で過ごしてんの。なんか助けてもらった方がいいんじゃない。なんかヘリコプターとかで絶対出られなくなってるよね。屋上から逃げられなくなってるよね。絶対扉壊れてるだろう。あとは灰色と緑と灰色と緑と、なんか何色だっけ。橙はもう取ったから、青を取った、黄色を取った、赤か。赤と灰と緑か。お、緑あった。緑の表紙の方は始業式と運命の出会い。もう一目惚れしてんじゃん。もう一目惚れしてる人がいるここに。あとは灰色と赤だな。なんでこっち行ったらね、ここのリンゴのさ、食べかけのリンゴ、アップルのなんかパチモンみたいなさ、マークの前だとすぐ息切れするんだけど、どうしたんこの子。そのリンゴ食べたいのかな。歯入ってんの。あったあったあった。のっぺらぼうと私と書いてある。のっぺらぼうと私。のっぺらぼうがペットみたいな感じになってんのかね。灰色と緑と赤い本がないんだけど。赤い本どこ。いや赤い本だけないとかあんの。赤い本こっちか。ん？なんかアダルティックな本がここにあるぞ。おかしいだろ。一つだけ色がおかしい。紫？紫なんてあった？あれ？あれ？紫なんてあったっけ？紫色の表紙。6つの最初の言葉をつなぎ、導かれし場所で暗闇を作り出せと書いてある。何それ？導かれし場所？で暗闇を作り出す。十分暗闇なんですけど、ここもうなんでさ、なんでこんな学校にいるの。まず西棟じゃないんだよ。どんだけこの学校広いんだよ。6つの言葉って言いますけどね、あの赤い本がないんですけど、ね、赤井さんどこにいるの。赤井さん。誰の声今の。またアップルのパチモンがさ、めちゃくちゃこっちを睨んでくるの。開けとくとか、一応これ開けといて。赤い本がないんだけど。あったわ。赤い本あった。リンゴと終末論。赤がり。ちょっと待っててね、みんな。今推理するから。シマリノブオって何。シマリノブオでエンター。何も反応がない。なんでだよ。あ、そっか。あ、全然無視してたわこの数字。
なんだっけ、50、56、あ、65、868ね。この、65、868、65、868の部分の文字をピックアップして、この、なんか青い魂に捧げるみたいな感じかな。いくか。ちょっと待てよ。65、868な。もう順番を覚えたから、行こうか。6。65。リンゴと死。リンゴと死。逃しませんわとかだったらどうする？すっごいお嬢様が俺に語りかけてきてんだな。逃しは、火。逃しは火。これさ、漢字で打たないといけないのかな？選ばれし文字をつなげだから、多分文字、漢字も入ってんだろうな。こうでしょ。あれ？何も反応がないなって。どういうこと？おい、こいつの説明が下手なんじゃないの？緑は我が。65、86、88でしょ。あれ？俺もしかして間違えた？ああ、わかった。命が終わる日。何？最初の緑のやつ間違ってたわ。これだ。皆さん、答えは CM の後です。なんと CM が挟んできました。うん、このサンドイッチ激まず。来た！なんで光出したの？こんな怖いワードで。青い光が強く光り出して。ピケー、ピカピカの一年生。記憶の灯火を見つけて。妻が死んでから一年が経った。もう、うるさ。ゲリラ豪雨ぐらいうるさいんだけど。あの時の犯人はまだ見つかっていない。もちろん私は今でも犯人を探している。もし犯人が見つかったら、その時私は今日も上司に頭を下げ、娘を迎えに会社を出る。私にはもうさっちゃんしかいない。あの子のためなら何だってやる。そう、何だって。なんだって？ね、こういうこと言ってると、俺が引き殺されてしまうんですよね。でね、さっき紫の本も見つけたんだよね。これなんか意味深なこと書いてたんだ、このアダルティックの本がさ。どうせこれ中身エロ本だろ。見させろ。6つの最初の言葉をつなぎ、導かし、導かれし場所で暗闇を作り出せと書いてある。最初の言葉をつなぎって書いてたんだけど、最初の言葉をつなぎって、最初の言葉どういう順番で、あ、つなぐのかがまだ分かってないな。この順番かな。し、始まり、なんか合ってそうだな、順番は。始まりの、始まりの部、始まりの部屋、始まりの部屋じゃないこれ。始まりの部屋ってどこ、始まりの部屋ってどこなあ、始まりの部屋ってどこですか。さ、廊下を出ようか。さあ、しゃがむんだ。よし、問題はないな。クリアだ。
こっちには何かあるのかい？奥まで行ってみましょうよ。鍵がかかってるだと？もうなんで鍵かかってるの？俺がやるゲーム全部鍵かかってんだけど。な、これ汚いな、この部屋。まあ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 、こんなとこで敵に遭遇するなんてことはそんなありきたりなことはないでしょ。ちょっと喉乾いたから水飲みましょうか。蛇口がコンクリートで固められてんのか知らんけど硬いな。開けとこう、ここは。で、こうして、ちょっとこれを閉める準備、閉める準備。え、なんで、なんで閉まないのこれ。トイレに隠れることできないんかい。あ、トイレで隠れて、この個室は調べられないんだ。トイレの花子さんとか、トイレの花子さんとか いそうだけどな。なんか、ドアを70回ぐらい叩いたら、うん、ボンジュール。私のボンレスハムを食べたのは誰？僕だよーみたいな、そんなのないのかね。よし、右見て、左見て。よし、クリア。次の部屋に行こうが。ここは男子トイレか。なんか、あからさまになんか取れそうなやつあったんだけど。青鬼だったら取れてたんだけど。ん？なんか、あるぞ、おい。トイレのメモ、4。なんだ、トイレのメモって。ちょっと読んどっかい。3つ、下る、と書いてある。3つ、下る？ 4。3つ、下る。はっ、くだらん。くだらんメモが置いてあるぞ。なんか、他にないのか。なんでいきなり4なんだよ。1はどこ行った？ 2 はどこ行った？ 1、2、3飛ばすな。世界の鍋跡が泣くだろうが。3って言わしてって。よし。クリアだな。下るって言っても、下る階段がないんだけど。さてさて、上へ登ろうか。2階にやってきましたよ、皆さん。ここが2階です。さあ、敵はいないね。左から行こうか。なんかまた息切れしてんだけど、なんで？メモとか落ちてんじゃないの？あ、メモだ。1があったぞ。おい、なんで2階に1があるんだよ。早速見ようが。8つ上がる。え、こんなにさ、文字多く羅列してあるのにそれしか書いてないの？3つ、本当にこれそれしか書いてない？こんないっぱい書いてるけど、15行ぐらい書いてあるけど、8つ上がるしか書いてない。よく見たら、なんか、同じだな、これ。同じだな、これ、紙が。適当なことをほざいてないか、こいつ。クリアだ。なんかいるぞ、なんかいっぱいいる。なんか、君たちは、どうした？なんだ？チャイムが鳴ったら教室に行かないときの、あ、教室も楽じゃない、教師も楽じゃないな。何？教室に行かないと教師も楽じゃないな。え、先生？そんな格好して先生なんですか？え、なんかバクバク言ってる。なんかバクバク言ってる。なんで？なんでバクバク言ってんの？やめて。誰バクバク言ってんの？俺？なんでこの子、そんな息切りしてんの？あ、話しかけちゃダメなの？もしかしたら。次は、そろそろ教室向かおうかな。え、先生？え、この人たち先生なの？あなたたち生徒じゃないの？なんか言ってんな。教室で、職員室で堂々と盗みを働くなど、教師をバカにするのも程がある。全員女性なんですか？なんかどれが取れるのかわからん。で、なんか、さっきからさ、息切れが、あんま近づいちゃダメなのかな、この人たちに。もしかしてこの人、霊なのか？ちょっと進めない。
あなたは教師に向かってあの態度は何だ。挨拶もろくにできないとは親の顔が見てみたい。親の顔を見ても得はしないけどね。何もわかんないと思う。ノートパソコンだ。ティーキーが外れてる、ね、ティーキー探すの？これ何これ？テスト用紙に問題が書いてある。AO12 星座に共有する動物はヒヨウジ。おー何？うわみなさん、このテスト書いた人多分体育のエロジジイですよ。どうもありがとうございました。